トーナメントも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。バトルの指定に移って、さあ手始めに大きなダメージ。おっと、毒々攻撃。おっと、失敗。両者とも大健闘です。ここでジルダンボルトだ。つい一撃。あっと、ガッツだか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでプリンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。勢いのある攻撃、鋭い当たり。さあ、ここでまずまずの当たり。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。いった、激しく当たった。さあ、これはよし、当たった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。これはどうだ。よし、あっと、ダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでニョロボの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、弱点をついた。あーっと、あっちが倒れてしまった。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここで波乗りだ。から猛烈な当たり。試合開始当初いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでピッピの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、これはよし、当たった。この攻撃、弱点をついた。さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、ポケモンをチェンジします。ここでギグダの登場が。さあ、今度はこれは効果なしです。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。激しい攻撃、
大きなダメージ。ここで冷凍ビーム。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、あっちが倒れてしまった。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでポケモンをチェンジだ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。これはどうだ。いい感じの当たり。あーっと、ダウン。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでコイルの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。あーっと、大爆発だ。激しく当たった。あーっと、ダウン。両者共倒れだ。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。両者向き合って激しい攻撃。急所を捉えた。さあ、対するは大きなダメージ。さあ、激しいバトルです。おっと、ステミタックル。よーし、ヒット。あーっと、ダウン。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでケイシーの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、この場面で鋭い当たり。あーっと、ガーッと来たか。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでロコンの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあ、これはいい感じの当たり。この攻撃。おっと、特殊能力がダウン。さあ、肩や体力的に押されている格好だ。おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここでピカチュウの登場だ。さあ、ここでよし、当たった。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。さあ、今度はいい当たり。
ここで波乗りだ。決まった、効果的な当たり。おっとダウンだ。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでピカチュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。おっと麻痺して動けません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこの場面でまずまずの当たり。さあこれはおっと麻痺してしまった。白熱したバトルが続いております。これはどうだ、大きなダメージ。おっと麻痺して動けません。さあ激しいバトルです。さあここで急所を捉えた。おっと麻痺して動けません。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度はいい感じの当たり。おっと今度も動けない。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこの場面で急所に当たった。いったー、よし当たった。ここでダウンです。